ねえねえ、サークルもう決めた？まだ。なんかいろいろってよくわかんなくて。でも飲んでばっかのとこは嫌だな。だよね。はい、お待たせ。ありがとうございます。君たち、そこの大学の新入生？はい。どこのサークルに入ろうか迷ってるみたいだね。それだったらいいのがあるよ。何ですか？サークル分け帽子。サークル分け帽子。うん、ちょうど今他の新入生がやってるから見ててごらん。ふむふむ、この子はなかなかユニークな子じゃな。一般的な子とは違った空気感を持っておる。普通のサークルに入ると周りから浮いてしまうかもしれんな。もうちょっと個性的なものをと。よし、落語研究会。店長、ありがとうございました。僕、落語研究会にします。うち喧嘩いいじゃん、君に合ってると思うよ。はい、頑張ります。ほら、次は君たちもどう？この帽子かなりの確率で的中するから。どうする？でも、あの人がうち喧なら結構取ってる気するよね。どうせだし、試してみようか。ふむふむ、なるほどなるほど。この子がサークルに求めておるもの、それは男じゃな。え？どんな活動をするかではなく、イケメンで高スペックな彼氏ができるかどうかを一番に考えておる。それこそがこの子のキャンパスライフじゃ。帽子さん、どうしようかの。彼氏を作るだけならテニサーが手っ取り早いんじゃが。なるほどな、テニサーは定番すぎて平凡な男ばっかりだから嫌だと考えておるな。エリカちゃん、いや、サキちゃん、これは違うの。帽子が勝手に。そうじゃ、フットサルサークルなんてはどうじゃ。健康的な男子がいっぱいおるぞ。男女ミックスの大会もあるから恋も芽生えやすい。よし、決まりじゃ、フットサルサークル。全部聞こえてた？うん。あ、でもいいんじゃない、フットサルサークル合ってると思うよ。さきちゃん、はいはい。いや、私はやめとこっかな。ダメだよ、私もやったんだから。さきちゃんの本性も知りたいな。ふむふむ、この子は難しい。可能性にあふれておる。のみさんはダメ、のみさんはダメ。ほう、のみさんは嫌か。いいのかね、君は偉大になれる。その素質は十分に備わっておる。のみさんに入れば間違いなく偉大なる守護への道が開かれるのだが、嫌かね。のみさんはダメ、のみさんはダメ、やりさんはもっとダメ。ほう、やりさんも嫌か。では君がサークルに求めるものは何じゃ。なるほど、先輩からの過去問か。そして就職活動で語れるエピソードと。なかなか堅実的に考えておるのじゃな。君の才能を伸ばすならどう考えても飲みさんの方がぴったりな気もするのだが、仕方ない。学園祭実行委員。学園祭実行委員。こうしてとりあえず学園祭実行委員に入ってみた私ですが、その6ヶ月後、初めての学園祭を終えたところで練習が軽めのテニサーに切り替えました。ちなみに帽子の助言で落ち研に入った彼は、今度大学を辞めて師匠に弟子入りするそうです。